メルカバは、イスラエルが開発した第3及び第3.5世代主力戦車のシリーズである。イスラエル国防軍で運用され、イスラエルの特殊な事情を色濃く反映した設計となっている。メルカバの名称は、ヘブライ語で、騎馬戦車を意味する語であり、旧約聖書のエゼケール書に登場する、神の戦車を意味する、メルカバーに由来する。 1960年代、新型戦車を必要としていたイスラエルに対し、イギリスはチーフテをもとにした主力戦車の共同開発を申し出、1963年に契約が結ばれた。しかし、1967年の第三次中東戦争を起因とするアラブ諸国からの圧力と、それに伴うイギリスの大中東戦略の見直しにより、この契約は、 キャンセルされた。イスラエルたる将軍1973年の第四次中東戦争の際には、アメリカや西ドイツで余剰化していた中古の M48 パットンや、イギリスから新型戦車開発の見返りとして購入していた中古のセンチュリオンを回収して運用していたが、エジプト軍、シリア軍の奇襲攻撃により、イスラエル軍は、初戦で大きな損害を出した。 この戦争において、イスラエルのような小国は、戦闘において、過度の死傷者を出すことに耐えられない、という教訓を得た。これらの経緯を踏まえ、イスラエルは1970年に、独自の主力戦車を開発することを決定する。イスラエルたる将軍が率いる開発チームは、イスラエルの戦場の独自性と、これまでの教訓に基づき、上院の保護、 生存性を重視した戦車の設計を行った。こうして、イスラエル国産戦車、メルカバの開発は、イスラエル政府により1977年5月13日に承認された。センチュリオンを改造した最初のプロトタイプ、ラトルン戦車博物館に展示されている。メルカバの開発には、建国以来繰り返された対アラブ戦争における、 膨大な戦車線のデータと多くの戦車、組用車両の改良と再生で培ったノウハウやインフラが活用されている。特にセンチュリオンの改良における実績は大きく、最初のプロトタイプはセンチュリオンを改造して製作され、ホルストマンサスペンションの採用など影響を受けた部分も大きい。過去の戦訓からメルカバは乗員の生存性を第一に設計されている。 その思想が端的に現れているのはエンジンの搭載位置である。各国のほとんどの戦車がエンジンを後部に配置しているのに対し、メルカバではエンジンが全部に配置されており、被弾時に走行不能になる可能性が上がる代わりに、エンジンへの被弾が遮蔽効果となり、結果として走行の一部として機能することで防御力の向上を図っている。他に燃料や各種装備など、 車内のあらゆるものが上院と弾薬に対する防護として働くように配置されている。世界で最も重装甲な戦車の一つと考えられており、特に地雷や整形作薬団に対して高い防御力を持つ。車体側面にはセンチュリオンと同様にサイドスカートが標準装備され、中空装甲として整形作薬団に対する防御力を高めている。これは 1973年の第四次中東戦争でサイドスカートを持たない M48 パットンがエジプト軍の AT-3 サガー対戦車ミサイルにより大きな被害を出したことを教訓としたものである。車両底部は一枚の鋼鉄板を V 字に曲げた装甲を使い、さらに内部に一枚の装甲が配置された二重艇になっており、地雷への耐久性を高めている。 2000年代頃にはベリーアーマーと呼ばれる車体底部を覆う増加装甲板が追加装備され、地雷への防御がさらに強化された。マーク3以降は交換、改良の容易な外装式のモジュール装甲を採用している。砲塔バスルには RPG などの携帯対戦車兵器への対策として先端に重りをつけた鎖を並べて吊り下げるチェーンカーテンを装備している。 メルカバマーク1の後部ドアイスラエル国防軍、歴史博物館の展示品また、車体後部には、昇降用ドア及び戦闘室を結ぶトンネルが設けられており、車両が行動不能になった場合、乗員は後部ドアから脱出することができる。後部ドアは、戦場での砲弾や物資の搭載口に使用されるほか、戦闘で孤立した不評の救出にも使われた実績がある。 エンジンは、同国でマガフや、ショットなどに多用されているコンチネンタルアベーズ -1790 系ディーゼルエンジンを採用。強固な走行による、車体重量に対して、エンジン出力が不足気味だが、適切なスプリング式サスペンションの装備によって、不正地走破能力や、乗員の乗り心地を向上させることで、パワーで遥かに勝るアメリカの m 1イブラムスと、 同等の機動性を持つとされる。このサスペンションは一般的なトーションバー方式に比べ破損時の交換も容易で走行の一部としても機能する利点もある。利体はシングルピン型の全金属製で、天輪は当初はゴムタイヤ付きだったが、マーク3改良型では全金属製天輪が採用された。その後、マーク4の初期型作用時には、 同時に、新型のゴム付き天輪が採用されるなどしていたが、その後の字、運用では、マーク2、マーク3、マーク4のいずれのタイプでも、ゴムタイヤ付き天輪、全金属製天輪が同時に混用されている例が多い。エンジンの前方配置に加え、操縦席と戦闘室が隔離され、戦闘室ゆ仮面を砲塔と連動旋回する、携帯とした結果、 車内後部にはかなり広い室内スペースが確保され、乗員のストレス軽減や、相互連絡の円滑化、砲弾などの積載能力を高めている。この広い室内は同時に、兵員の輸送や救護、救護品の輸送を容易にしている。車内には、計240リットルの飲料水タンクが設けられており、うち60リットル分は、後部ドアの上部パネル内に収められている。 最新のマーク4に至るまで自動装填装置は搭載されておらず、乗員は4人である。人的資源の保護を最重視する設計思想と矛盾するように思えるが、これはタル将軍らの戦車が戦場で生き残るには最低4人の乗員が必要という思想を反映したものである。また、イスラエル軍では生存性を高めるため、 戦車長が直接目視で周囲を視察することが重要とされており、メルカバ戦車の車長用キューポラは、ハッチ全体を少し浮かした状態にして、戦車長の頭部を保護しながら、周囲を視察できる構造となっている。並装面の特徴としては、マーク1、マーク2では手法にマガフやショットと同じ l 7 k 1 0 5ト、mm、ル戦車砲を採用し、放進冷却用の放熱材を巻きつけることで、 さらに、射撃精度を高めている。この改良も、ショットやマガフに、フィードバックされている。1982年の、ガリラヤの平和作戦においては、国産の新型アップフスズのおかげもあって、シリアの T-72 を、ほぼ一方的に撃破する戦果を上げたため、ソビエト連邦製の T-54, 55, T-62, T-72 を撃破するのに、 十分な威力を有する 105mm 砲に止めて、戦車に詰める砲弾の数を増やす戦略をとっていたが、マーク3からは、ラインメタル 120mML44 を参考に新規開発した 120mm 格好砲を採用している。手法棒立て上の M20 機関柔道軸機銃として、FN マグ 7.62mm 機関銃を搭載しているが、 あとに M22.7mm 重機関銃を手法上部に露出する形で追加している。これは、非走甲・軽装甲目標への攻撃手段のほか、訓練時に手法の代わりとして利用される。さらに、社長用キューポラと装填主要ハッチにも一丁ずつ、合計2丁の FN マグ 7.62mm 機関銃を搭載し、 後頭右側面外部に 60mm 迫撃砲一門を装備し、社長用キューポラと装填手ハッチの近くに乗員用の消火器を装着するラックが用意されているなど、同時代の他の戦車と比較して近距離における対人戦闘能力の向上に力が入れられている。なお、ショットやマガフにも同様の副兵装とする改修が行われている。 チーフ店を元にした開発がキャンセルされた時のような外国の政治的影響を避けるためメルカバは部品、技術を極力海外に依存しない開発方針をとっておりマーク1の時点で自給率はコスト比でエンジン、変速機、圧縁走行などを除く70%ほどとなっている。車体はテルハショメールの戦車工場で生産され イスラエルの国防産業に携わるいくつかのメーカーが部品生産を分担している。なお、テルハショメールにはイスラエル駆使の気候部隊の基地や軍民共用病院などもある。イスラエルは武器輸出も盛んだがメルカバは自国軍への配備を最優先させており海外輸出は行われていない。ただし2014年には相手こそ 飛行会ながら輸出が開始されたという情報がある。メルカバマーク1イスラエル北部やゴラン高原の地形に適するよう配慮して開発された。最初のメルカバは1979年4月に運用が開始された。エンジンの全部配置や後部ドアの設置は初期モデルからなされており、メルカバの特徴となっている。エンジン出力は900馬力、手法は M60 パットンと同じ 105mm 戦車砲が搭載されている。ウイジンは1982年に内戦中のレバノンに関する軍事行動で当時ソ連の最新鋭戦車だったシリア軍の T-72 を多数撃破して一躍評判となった。その後、サイドスカートなど一部装備をマーク2型に換装するアップグレードが行われている。現在は すでに第一線を退いている。メルカバマーク2メルカバマーク2の最初の実戦配備は1983年で、紫外戦に特に配慮されていた。これは、レバノンの特にベイルートにおける1982年の軍事行動の教訓が反映されたものである。基本コンポーネントは、マーク1と同一であるが、砲塔に増加倉庫が加えられ、マーク一では、砲塔外部に、 装備されていた、紫外線用の 60mm 迫撃砲が、砲塔に内蔵されて車内から再装填可能となった。マーク 2A マーク2の射撃完成装置を更新したもの。マーク2バイトメルカバマーク2バイトメルカバマーク2バイトサイドスカートが、マーク3同様の複合装甲に換装され、熱線探知装置や、敵の標準用赤外線、レーザー光線の探知装置、 発煙弾発射器などが追加された。車体の操縦席前方の上面、砲塔上面部前半にも増加装甲が装着されている。マーク2ドールでイルドメルカバーマーク2ドールでイルド、砲塔前周と操縦席前面にモジュール装甲を追加し、大幅に防御力を高めたバージョン。改造は少数に止まっている。IDF 内ではマーク2ボターシュとも呼ばれている。 イスラエル国産のレーザー誘導式対戦車ミサイル、ラホットの発射能力を持つとされる。メルカバマーク3、メルカバマーク2に次いで、レバノンでの教訓を反映したものとして、1990年から実戦配備された。車体、砲塔ともに新規設計となっており、エンジン出力が1200馬力に増強され、新しいサスペンションとトランスミッションが取り入れられた。手法には、 国産の IMI120mm 戦車砲が採用された。マーク3バイト砲塔上面にモジュール装甲が追加され、トップアタック能力を持つ対戦車兵器への耐久性を高めている。また、NBC 兵器対策として空調装置が強化されている。マーク3バズメルカバマーク3バズ1995年に登場したバージョン。下記完成装置が 新型のものに乾燥され、砲塔正面に社長用の旋回式サイトが増設されたほか、目標の自動追尾機能により、ヘリコプターなどの高速移動する目標への砲撃が可能になっている。マーク3ドールでイールドメルカバマーク3ドールドレッド、メルカバマーク3ドールドレッド2000年頃に登場した砲塔側面に、菱形の大型モジュール装甲を装着したバージョン。 応答側面及び砲塔リング周辺の防御性を高めている。マーク3、マーク3バイトベースの車体と、マーク3バズベースのバズドールでいるドトが存在する。メルカバマーク4、メルカバマーク4、メルカバマーク4は、メルカバシリーズの最新バージョンにして、イスラエル国防軍の現在の主力戦車であり、より強固な乗員保護、精密で強力な武装と、 高度な電子情報システムを装備している。2004年から実戦配備が始まり、年間50から70両程度のペースで総計400両の配備が見込まれている。外見上の旧モデルとの最大の相違点は、砲塔の大型化である。旧モデルでは砲塔を小型で肥大形紙に優れた形状にし、正面投影面積を小さくすることで被弾に対処していたが、 対戦車兵器による攻撃を意識した、M2D や M3D バズの登場と同様に、砲塔の周囲に増加装甲を追加することにより、砲塔全周の防護力の強化を行い、砲塔が大型化された。M4 の砲塔には外装式のモジュール装甲方式が採用されており、砲塔本体の周囲に箱型のモジュール装甲が取り付けられている。敵弾による損傷後、 被弾した部分だけを比較的短時間で取り替えられる。さらに、これまで脆弱だった砲塔上面と砲塔リング周りの防護に配慮されており、砲塔の装填紙ハッチが配されている。乗降や砲弾搬入は車体後部ドアで行える。ただし、開口部はモジュール走行のもとに用意されており、一部車両では市街専用にハッチを復活させている。さらに、 乗員の生存性を上げるため、戦車に付属している各種部品自体が装甲のバックアップとして働き、主装甲が貫徹されるのを極力防ぐ構造となっている。また、マーク3倍と同様、対 NBC 防護装備を標準装備している。砲弾は耐火性のある容器に収納されている。リメートル格好砲と、その射撃管制装置はより進化し、 国産のレーザー誘導式対戦車ミサイル、ラホットにより、戦車だけでなく、対戦車ヘリコプターを撃墜することも考慮されている。自動装填装置は装備されていないが、砲塔内に10発入りの回転式半自動断層を備えており、電動装填装置によって選択された各弾種を素早く装填種の手元に供給することで、労力を大幅に軽減している。これを含めた、 標準搭載弾数は48発である。副武装として、新型の対人用ソルタム6 0ト、mm、ル迫撃砲を内蔵できる。迫撃砲の有効射程は2 7 0 0ルであり、迫撃砲用弾道コンピューターにより自動制御されている。車内のスエツけ銃と後部ドアは紫外線で非常に役立つことが立証されたため、そのまま装備されている。エンジンは、 それまでのアベズマイナス -1790 系に代わり、ドイツマトゥーの開発したマトゥー883、水冷ディーゼルエンジンのアメリカライセンス生産品を搭載している。マトゥー833は、レオパルトにあるクレール輸出型にも採用されており、小型軽量、高出力で現代最高水準の戦車用、ディーゼルエンジンと言われている。1500馬力の出力により、 従来のメルカバに対するパワー不足との評価は完全に払拭され、舗装面では時速 60km で走行できる。変速機は電子コントロールで、全身5段、ステアリングとブレーキも含まれた独連駆車製、RK325 オートマチックトランスミッションが採用されている。パワーパックの小型化によって、車体前上面はフラットな形状になり、 操縦士の視界が向上している。走行装置については、トラックス、スプリングスホイールズシステム、トソス、ヘブライ語では、マスカムと呼ばれる新しいキャタピラシステムが採用された。これは、軌道を広げ、路面に与える軌跡や舗装への損傷を最小に、するように工夫されている。また、軌道性は、より高くなり、特に、ご覧高原のような場所での軌道性はそれまでの、 タイプより格段に向上したため、地形の制限を受けにくくなった。外部視察と更新走行のためのベクトップ車線、タンクサイトシステムと呼ばれる画像監視システムが搭載され、操縦士と社長は、車体や砲塔に取り付けられた4台の固定 TV カメラによる360度全周の映像を自席ディスプレイで見ることができる。このか、エルビットシステムズ社の戦闘統制システム、 バトルマネージメントシステムによるネットワークが導入されて、作戦中に得た映像や観測データが他の車両と共有できるとともに、ベクトップ車線の VDS-60 デジタルレコーダーで記録、再生できるようになった。マーク k 4 m トロフィー APS を装備したメルカバマーク4 m 2 0 0 7年には防護力の強化策として、ラファエルアドバンスドディフェンスシステムズが開発したばかりの トロフィーアクティブ防護システムをすべてのマーク4に追加装備することが公表された。これは対戦車ミサイルなどの飛来を4本のフラットパネルレーダーアンテナで全周警戒し、接近探知時には完全自動で発射されるミサイルにより迎撃するシステムである。トロフィーは米陸軍のストライカー走行車への搭載を前提に試験が行われている。 2012年にはすでにメルカバマーク4が配備されていた第401機構旅団に所属する全車両がトロフィー APS を装備したメルカバマーク 4M に改修された。また、2014年にはそれまで旧型のメルカバマーク2の運用を続けてきた第7機構旅団の全車両がメルカバマーク 4M に更新された。 マーク4バラク2018年7月に開発が公表された最新型で、主な回収はセンサー類の改良、AI コンピュータ搭載、VR ヘッドセットの導入などである。国防軍の発表によると、AI コンピュータ搭載によるメリットとしては、戦車兵の作業負担が減ることで、作戦可能な持続時間が30%程度向上するほか、 攻撃目標の発見や目標への攻撃が速くなることや周囲の車両との情報共有なども期待できるとされている。また、エルビットシステムズが開発を担当している VR ヘッドセットはアイアンビューあるいはアイアンビジョンと呼ばれており、これを使用することで戦車内にいながら周囲360度の情報を得られるようになり、またヘッドセットによる訓練や演習も行える。 とされている。メルカバマーク4バラクの運用試験は2020年頃から開始予定とされている。メルカバシリーズは列車に軍事技術博物館、ムンスター戦車博物館、ソミュール軍事博物館にメルカバマーク1が展示されているのを例外として、すべてイスラエル陸軍機構下の旅団において運用されている。ここでは常設旅団について記す。 北部軍第36機構士団に属する機構旅団で1970年代まではセンチュリオンショットを運用していた。最初に開発されたメルカバ MK1 を配備し運用し、またメルカバマーク2への更新を行っている。メルカバマーク2を2014年まで運用した後、最新型のメルカバマーク 4M に装備を更新した。北部軍第36機構師団に属する 気候旅団で、第7気候旅団と同様に1970年代より、センチュリオン、ショットを運用していた。第188気候旅団は1992年まで、ショットカルを運用した後、メルカバマーク3に装備を更新した。2018年時点においてもメルカバマーク3を運用している。南部軍第162気候手団に属する気候旅団で、 1960年代後半に創設されて以来マガフロックシリーズを運用していた。2004年にマガフロックからメルカバマーク4に装備を更新し、2012年には旅団の全車両がトロフィー APS を装備したメルカバマーク 4M 仕様に改修された。南部軍第80地域士団に属する気候旅団で戦車訓練部隊を兼ねている。 所属する3個の戦車大隊で、それぞれメルカバ MK2、メルカバマーク3、メルカバマーク4の訓練を行う手法をとっていたが、イスラエル国防軍でのメルカバマーク2の運用縮小、収束に伴い、従来メルカバマーク2の訓練部隊であった第195戦車大隊も、メルカバマーク4の訓練部隊に改編されている。アルアクサインティファー代行、 イスラエル国防軍はメルカバにさらなる紫外線向けの回収を行った。この回収は整備委員でも行うことが可能で元の戦闘能力には悪影響を及ぼさない。メルカバマーク2バイト、2D、3バイト、3D などに紫外線装備を適用したもので、エリシーは低強度紛争を意味するローインテンシティコンフリックッズの頭文字である。エリシー型は 後頭上部の戦車長ハッチが八角形の形状になり、稼働用ヒンジ部を除く周囲斜面に防弾ガラスがはめ込まれ、ハッチを閉めたまま、目視で周囲の状況を確認できるようになっている。また、一部の車両では、サイドスカートが厚みを増した防御力向上型に乾燥されたり、ベリーアーマーと呼ばれる、車体底部を覆う増加層甲板が装備されており、地雷や仕掛け爆弾、 RPG に対する防御力を向上させている。また、光学系や換気装置の開口部に網を張ることで手榴弾などの破片による損傷や動作不良を起こすことを防いでいる。また、後部カメラの装備や車体の四隅にゴム製のポールが取り付けられるなどしており、狭い路地などでの行動を勘弁にしている。重装甲や後部ドアといった特徴を生かして、 後部のトンネルで救命措置ができるように回収しているもの。短期ビューランスの異名を持つ。激しい砲火の中で負傷兵を単価ごと運び込み、救助を可能にしている。救急型でも標準的な武装は残されており、乗員は戦車砲や機関銃で反撃を行うことができる。ただし、戦時国際砲の保護対象にはならない。ショレフ 155mm 自走榴弾砲。 メルカバマーク1の車体コンポーネントを流用し密閉式の砲塔にソルタム M71155mm 榴弾砲の設計を発展させた新設計の52口径長、方針 155mm 榴弾砲を搭載した自走榴弾砲で1984年から86年に二両が試作されたが量産には至っていない。ショレフはヘブライ語で 英語のスラマーあるいはガンファイターに相当する語である。車体全部にエンジンを搭載し、後部に兵員用、弾薬用スペースを有するメルカバ戦車の車体は構造的に自走砲に流用しやすいと想像できるが、ショレフ以後、メルカバの車体を流用した自走榴弾砲は2015年に至るまで実用化されていない。メルカバ走行回収車はメルカバの車体を流用した。 走行回収車である。格差した戦車を回収したり、故障したエンジンを交換したりする際に利用される。大型あるいは小型のクレーンを装備した何種類かの車両が試作あるいは少数生産されている。後術のナメル走行兵員輸送車が2000年代、初頭にメルカバマーク4の車体ベースで試作された際、同じ車体を用いて開発された車種もあり、このタイプは、 ナメル走行回収車とも呼ばれていた。試作車両量産型イスラエル国防軍は、メルカバの車体を応用した、重装甲兵員輸送車及び、重不評戦闘車を開発し、これをナメルと呼んでいる。これは、不評を意味するヘブライ語で、ナグマ主とメルカバをかけた言葉にもなっている。メルカバの車体を有効活用し、コストダウンを図ることも、開発目的の一つである。 レインボー作戦以降、イスラエル国防軍はこの車両を M113 装甲兵員輸送車やストライカー、装甲車の代替車両として推進している。2005年2月15日にイスラエルマーリブ氏が伝えたところによると、車内から遠隔制御できるラファエル製の RWS を備えたプロトタイプが第84ギバティ不評旅団により試験された。ナメルには、社長、 掃除牛、予備乗員の3名に加え、8人の不評が登場、可能である。長期の作戦に対応して車内に、トイレが装備されている。ナメルは2000年代初頭にメルカバマーク、3内紙マーク4の車体をベースに試作された後、2005年には退役したメルカバマーク1の車体を流用して、プロトタイプが製造されたが、 一両あたりの改造費用は7万5千ドルと言われており T-54、55をベースにした安価なアジザリットの成功もあって試作車のみに止まっていた。2008年にはメルカバマーク4の車体をベースにトロフィー APS を装備するたどした改良型が登場し、これが現在までの最新型かつ量産タイプとなっている。2016年に公開された。 ナメル装甲兵員輸送車の派生型に相当する戦闘公兵車タイプの車両。トロフィー APS が標準装備されており、従来のプーマ戦闘公兵車よりも危険な地域での作業が可能になると考えられている。ナメルセブは2016年5月11日に行われたイスラエルの第68回独立記念イベントで一般公開された。2015年に開発。 試験運用されたメルカバマーク2ベースの走行兵員輸送車で前述のナメルと異なり車体には大幅に手を加えず砲塔を撤去したマーク2の車体に箱状の兵員室を搭載した単純な構造にすることにより回収作業の低コスト化を実現した車両。ナメルアジザリットが前線風評部隊で運用されるのに対しオフェクは 広報支援部隊の M113 を更新する車両として開発が進められている。全体としてメルカバ計画はイスラエルの国情、軍事的要素、経済的要素のすべての観点から成功を収めたと考えられている。他の戦車と同様メルカバも地雷や遠隔制御爆弾に対しては脆弱である。ただし、それらで損傷しても 早急に復帰できるようにする意味もあって、古典的なホルストマンサスペンションを元にした交換しやすいサスペンションが採用されている。パレスチナガザ地区での軍事行動では、パレスチナ側の設置した地雷により2両のメルカバが行動不能となった。この2両は回収、修理され、後に作戦行動に戻された。1990年代以降のヒズボラとの戦闘では、一部の メルカバがイランからヒズボラに供与された、ロシア製の QM131 メチス M や RPG-29 により破壊されたと一部のメディアが報じており、その対策として D、M2D、M3D の増加装甲パッケージが開発されたと言われている。しかし、2006年のヒズボラとの戦闘でも、QM131 や QM133 などの ロシア製最新型対戦車ミサイルにより投入されたマーク2から4350から400両のうち52両が損傷し22両は走行が貫通され5両は再生不能まで大破したと伝えられている生存性を重視した設計が謳われているメルカバであるがその最大の防御は敵戦車の砲撃そのものを避けるためにその 射程外からの正確な遠距離射撃によって先制撃破するアウトレンジ戦術である。ウイジンにおける T-72 に対する勝利も地の利を生かした3000から4000メートルという遠距離での射撃によるもので、高精度の手法と射撃完成装置に加え、イスラエル戦車兵とシリア戦車兵との射撃戦における連度の差、イスラエルが他国に先駆けて開発した。 タングステン合金単体弾頭のアプフスズ弾 M-111 の貫通力などに負うところが大きい。その後もメルカバの開発、アップグレードにおいて、射撃管制装置の能力向上は重要な要素の一つとなっており、マーク3においては、車両コストの実に3割を射撃管制装置関係が占めている。ありがとうございます。